はい、皆さんこんばんは、ディーン、ダーの君、も、ケンギトクです。確か中学時代の話になりますが、えー、漢字テスト覚えてますでしょうか確か月に1回かなんくらい、確か漢字テストありましたね、そういえば、はい。私、漢字の方は得意ですし、今、順2級をお持ちしております。はい。この通りでございます。当時まだ漢字原点持ってない時代、はい。確かに勉強大変でしたけども、まあ、満点はちょっと難しかったけども、 まあ、90点以上は出せましたけども満点は何回かはあったけども、まあ、全部取りたかったです正直、はい、悔しい思いはあるけども確かに勉強は勉強、はい、漢字は勉強のうち、はいえー、いろいろ書きと読み書き大変でしたしあと四字熟語あとに同類語同音,音語などあとは第二語もございますね漢字には、はい、あとは成り立ちの部分もブッシュと。はい その他、ものもの勉強しましたね。はい。漢字テストもし、悩み事があったり、わからなかったら、ぜひ、YouTube のコメントでどうぞよろしくお願いします。何か役に立つと思います。というわけで、それじゃあ、バイバイ。